連邦議会で演説するオレンハウアー議長席の横にアデナウアー首相、その左隣エアハルト経済相、エーリッヒオレンハウアーはドイツの政治家。1952年から1963年までドイツ社会民主党の党首を務めた。また党首在任中、世界各国の社会民主主義政党による国際組織である社会主義インターナショナルの議長を務めていた。 マクデブルクに4人兄弟の長男として生まれる、チチビル・ヘルムは、石膏で、1901年に、ドイツ社会民主党に入党していた。1915年に、国民学校を卒業した後教師を目指したが、経済的理由により印刷所の徒弟となった。二度転職した後マクデブルクで、社会民主党系の日刊誌、人民の恋に職を得る。1918年に、SPD 入党。 1920年に社会民主党系青年団のドイツ勤労青年連盟で第二初期に就任、各州市勤労青年の編集員となる。1921年には国際社会主義青年同盟初期となる。1922年、社会民主党と独立社会民主党の合同に伴い、ベダーソフはユスプド系の社会主義プロレタリア青年団と合同して、 社会主義労働青年団となり、オレンハウアーはその初期となり、1928年には初期長に就任する、ナチ党が政権を獲得した直後の1933年4月、オレンハウアーは SPD 党代表部の一員に選出された、ナチ党による弾圧を目前にして、SPD は代表部のメンバーを外国に亡命させ国外で活動を続けることを決めた。オレンハウアーは、 当時の党首、オットー・ベルスや、ハンス・フォーゲルらと共に、プラハに亡命し、そこで亡命、SPD を設立した。1935年にはナチスによりオレンハウアーラの国籍が剥奪されたため、チェコスロバキア政府から人道援助査証を発行された。ところが1938年に、ナチスドイツがチェコスロバキア侵攻目前という情勢になったため、オレンハウアーラはパリに移った。 第二次世界大戦が始まると、1940年にドイツ軍は今度はフランスに侵入した。その直前、オレンハワーラは敵性外国人としてフランス当局に捕らえられたが、レオンブルム元首相の尽力で釈放された。フランスがドイツに降伏すると、ドイツ軍占領下になかったビシー政権の領域に脱出し、アメリカ政府の詐称を受けてリスボンに逃亡した。 翌年ロンドンへの脱出に成功し、イギリス労働党の支援を受けて、SPD 再建に備えて、組織維持に努めた。1945年の終戦後、オレンハウアーは、イギリス政府の許可を得て、ハノーファーで開催された、SPD 再建党大会に、イギリスから出席した。オレンハウアーは1946年に、ドイツに帰国。クルト・シューマッハーの下で、 党再建事務局の初期となった、同年の党大会で、シューマッハーの代理に選出される、強制収容所で健康を害して長期にわたり、病気療養に専念することの多かったシューマッハーに、代わって、党務をよくこなした。外国の社会主義政党や戦勝国当局との接触も彼が担当した、1949年の第一回ドイツ連邦議会選挙に立候補し当選。 党の議員団副団長に選出される。1951年に欧州石炭鉄鋼共同体の議員を兼任。1952年のシューマッハーの死後、完璧なナンバーにとみなされていたオレンハウアーが、党首及び議会議員団長に選出された。翌年の連邦議会選挙では、首相候補として SPD を率いて、現職のコンラート・アゲノウアー首相に挑んだが、 得票率28%で惨敗した。アデナウアー政権の戦災年金や年金改革、欧州石炭鉄鋼共同体への参加などといった政策には賛成したものの、西側諸国との同盟に反対しドイツ再統一を目指すというシューマッハー以来の外交政策を堅持した。とりわけ、ルートビヒア・ハルト経済省の経済政策に反対していた。投票する。 オレンハウアー1957年の連邦議会選挙にも SPD の首相候補として望み、得票率はやや上がったものの、後継期を背景としたセディはそれを上回る得票を得て、絶対安定多数を獲得した。この結果を受けオレンハウアーは次の選挙に首相候補とならないことを決めた。また、SPD を純粋な労働者のための政党から、 国民政党へ脱皮させるという政策転換を図る。前年の党首選挙で彼に挑んで敗れた西ベルリン市長のビリー・ブラントを支持し彼やフリッツ・エルラーやヘルベルト・ベーナーといった現実派と新政策を協議し1959年にゴーデスベルク公領として発表された。それは西側諸国との同盟や再軍備というアデナウアーの政策に賛成し、かつ 計画経済を拒絶するという現実主義に即した画期的なものだった。1960年11月、党執行部はオレンハワーの指示を得て、次期連邦議会選挙ではブラントを首相候補として立てることを決定した。翌年の連邦議会選挙でブラントは統制を拡大したものの勝つことはできなかったが、5年後にはセディとの大連立政権を、そして8年後には 初の SPD 主販政権を受立することになる。1963年9月の党大会で、オレンハウアーは、党首に再選されたが、3ヶ月後に、肺炎のため休止した。死の5日後に、連邦議会で国葬が行われ、党と労働組合にこそ労働者の生活向上があると、修正信じ、党内のみならず、政敵からもそのユーモアと、公正さで敬愛された。 党の兵士が追悼された、ありがとうございます。